やっぱりボール高かったよね。もう全般的にあのカットボールとスライダー、まあ、フォークはいいところに落ちてるのもあったけども、結構抜けボールが多かったんで、もうその高いボールを結構みんな芯で捉えられてるっていうのがちょっと印象にあったんだけど、まあ初回のもうホームランは低かったけども、まあうまく、やっぱり外国人特有のリーチが伸びる高さに行ってしまったかなっていうのもあるんだけど、だからこう甘いボールといいボールが結構はっきりしてて、そのホームランをストレートを打たれたことによってストレートがすごい少なくなってしまったっていうのがちょっと残念だったかな。もうみんなベルトの上だったんで、もう膝元のストレートって1球もまあ6回まで投げてなかったのかな。まあ投げる技術的に言うとちょっと上体が頭が突っ込んできたので、どうしても高めしかボールいかないような投げ方になってたっていうのが、まあ俺の見た限りの今日の投球フォームなんでね、ちょっとだから肘が出てこない、胴体がこう突っ込むために肘が出てこないんで、どうしても高くいってしまうっていう、多少はあるのかなと思うけど、でも腕の振りとかはそんなにこう影響あるような腕の振りじゃなかったと思うんだけども、まあ6回まで投げれたのでそんなに極端に悪かったんじゃないかな。それだったらもう途中変わってると思うんだけどね。それでまあ続投でまあ100球近く投げてしまったので変わったと思うんだけども、まあ5点取られたしもあるし、まあ今日は全般的にボール高いがあったのと、ほんでカットボールとスライダーの時肘が下がるのよね。だからどうしても抜けてしまう。うん、フォークの時は結構上から叩けてるんだけども、だからいいフォークと悪いフォーク打ったら変だけども、まあ三振はほとんどフォークボールで三振取ってるんだけど、やっぱり160キロ出るまっすぐが今日は投げきれなかったっていうのが一番の印象にあるし、それをヒット打たれてるんで、どうしても変化球に打たれないといけないような今日のピッチングだったと思うんだけども、まあ、カーブは本当にいいカーブでカウント取れたり、結局曲がりきらなくて高くいったのホームラン打たれたけども、まあ、あの辺のボールはもうメジャー級だったらいらっしゃいって感じで打てるカーブだったかなと。もうその前のカーブがボールになってちょっと抜けたカーブが打ち切らないのをホームラン打たれたっていう、それ以外はカウント取るのはすごいブレーキ効いていいカーブ投げてるんだけども、まあ、勝負どこが今日ちょっとまあいいとこなかったのかな。確かに10個三振取ってるんだけども、追い込めたらやっぱり三振取れるんだけども、それまでに結構こう抜けボールとか、まあやっぱりこう見る限りやっぱりストライクどんどん投げていくんで、いや向こうのバッターもそういう、まあ技術的で日本みたいにインコースにボール投げてそういうピッチングじゃないんで、うん、結構やっぱり力があっても高めに行くと打たれるのかなっていう風に今日は感じて見せたんだけど、いやそれはあれだけ投げてたらないと思う。もう全般的に全部スライダーの時は下がって、まあ結果的にこう自分から見るとやっぱ大きく曲げたいと思うと、どうしても下げて曲げようとする大谷じゃなくてみんなそういう傾向があるんだよね。腕の振りで曲げたいとなるからどうしても下げてしまう。技術的に言うとまっすぐの腕の振りでスライダーを投げてくれると軌道が一緒になるけども、ちょっとやっぱり横から来るからバッターの方も若干こう分かりやすい、うん、ような風には今日は見えたけど、だからこう逃げるような形がないのよね。だいたいベースの上でそれがファールになったりするんだけども、あとはまあちょっと高いから見逃したりしてて、ほとんどやっぱりベースの上に投げていってるんで、うん、やっぱり向こうのバッターもそれのベースに来たやつはみんな振るんでね、低くボールに行かない限りは。その辺が今日いつもと違って、まあ高めのボールが多かったのが5点取られた内容かなと思って見てたんだけど、だからそのまあ背中の頑張りきれなくてやっぱりボールを早く離してたのかなっていうふうに思っても、まあちょっと一理あるのかな。外野フライになってたけども、結構ホームランになってもいいくらいの勢いで飛んでいってるボールも結構あったんで、もう力でこう入場してたっていうよりも、まあ向こうがジャストミットできなかったっていう感じに見えたし、打った瞬間はホームランかなと思ったけど、結構大きい外野フライも飛ばされてたんで、今日はまあいつもの大谷よりも良くなかったのかな。まあ背中の影響あったりしっかりこう状態を使えてなかったのかとは何とも言えないんだけど、これだったらやっぱりね、下半身の使い方がやっぱりこう時間がなさすぎるのよね。左足がついたらすぐ投げるっていう形になってるんで、だからこうボールを長く持ってられないからどうしても高くいってしまう。もう極端に言ったら頭が突っ込んで手が出てこないっていう感じで、まあ俺の教えるんだったらもうちょっとお尻から出て
言ったら重心も下がるし、その分下がった分ボールを長く持っていられるんで、もっとコントロールもこうついて低めに強いボールを引くかな。もうどうしてもリードが、左足がリードしてるんで、左足がリードするってことは地面に早くつくんで、もうつくとやっぱり投げないといけないんで、その頑張る力がちょっと左足にないんでね、その辺がだから上体がこう前に倒れて突っ込んで投げるような形になるから、どうしても高くいってボールのスピンがこうかかりづらい。俺だったらもっと重心を低く出てくれほしいなっていうふうにアドバイス。まあもう簡単に言ったら、あのメジャーのピッチャーの投げ方にこう近くなってきてるような気がするんだよね。 下の頑張りがちょっとない。まあダルビッシュもそうなんだけど、今日は特にそういうふうに見えた。上半身で頑張って投げてるかなっていう感じ。まあだから向こう行ってみんなそうなるから、そういうのも影響して小さくしてるのか、日本にいるみたいに足頑張って上からバーンともう投げれないのかっていうのも、ちょっとこれ行ってみてしないと分かんないけどね。硬さはそんなに影響しないと思うんだけど、やっぱ足頑張るのは別だと思うから、それの方がこう負担がないと思うんだけどね。反対に広げてやった方がもうこう回転で投げれるんで、やっぱり下の回転が今日は少ないような感じもしたし、まあ、足で頑張るようなとこもあんまりなかったし、もともとまあああいう投げ方だけど、今日はこうすごい重心が高いような感じ見えた。まあないとは言えないと思うけどね。でもこれは本人が望んでやってることなんで、そこは理由になんないと思う。自分がそういうふうにこうメジャー行っても日本でも両党でやりたいっていう言ってやってるわけだから、それを疲れてるからとか言っても意味がないと思う。俺厳しく言うと本人が望んでやってることなんで、それはまあなんか1週間で投げてるわけだから、まあその間ずっと出るけども、それ盗塁もしたりしてるけど、まあ疲労もあるとは思うけども、でも望んでやってることなんで、そこは言い訳にしちゃいけないと思う。だから例えば投げる前に休むとかね、そういうふうにしてもいいのかなとは思うけど、やっぱりじっくり明日のためにちょっと休んでしっかりした方がいいような気もするけどね。まあ詳しくは実際にはもうバリバリ見てないんで何とも言えないけども、やっぱりでもこんだけ打たれっていうと思ったらやっぱ60点くらいかな。まあでも三振も取れてるんで、だから結局追い込むとやっぱり三振ね、フォークボールがあるんで、だからそこまで行くまでにこうカウント取るボールが、今日はカーブが入ってたけども、もうそれ以外のボールはあんまり良くなかったんで、まあ60点くらいじゃないかなと思うんだけど。メジャーの場合はやっぱり9回なかなか投げないんで、やっぱ1点取るとその1点が結構こう防御率に影響してくるからね。やっぱりだいたい7回くらいで変わってしまうと、その9回投げた1点と7回に1点じゃちょっとあれが違うんで、まあ取り返しじゃないけども、だから中継ぎが1点取られたら防御率悪くなるのと一緒で、イニング投げないとなかなか減らせないんで、その辺はどうなのかなと思うけど、でもまあここまでのピッチだったらちょっと、まあバッターがいいのかどうか分かんないけど、まあ2点では頑張ってほしいなと思うけどね。ではまあ全部のボールがいいんで、それをどういうふうにこう組み立てで投げるかっていうのをもうちょっと考えてもいいかな。もうやっぱりベースの中で全部勝負してるんで、まあ、その辺をまあ日本で配球みたいにインコース投げて外に逃げていくスライダーとかやっていければもうちょっとこう安定するかなと思うんだけど、やっぱりこう本人もやっぱりベースの中で勝負して投げてるっていうのをちょっとコメントで聞いたことあるんで、まあ、その辺でやっぱり力と力の勝負でやってるようなとこもあるんで、やっぱ今日みたいにこう調子が悪いってボールが高いと打たれるのかな。やっぱこうまっすぐの軌道を利用してそこからスライダー投げるとかいう風なピッチングができるようになると、まあもともとね力で投げててそのコントロールのピッチャーじゃないんで、やっぱりまっすぐファールを出してフォークボールで空振りっていうタイプのピッチャーなんで、でもあんだけのいいカーブ投げれるんで、それがもっとこう利用できればゆったり投げれるかなっていう、まあその辺だけだと思うんだけどね。まあちょっとこう状態が突っ込むのがちょっと気になるんだけど、今日はね、まあフォークも
確かに空振り取ってるのはいいのも、まあ、落ちないでバッターが空振りしたのもあったけど、まあ、今日はカーブがすごいブレーキ切って、まあ、1球だけホームラン打たれたけど、あとはほとんどバッターが手出さないでカウント取れるカーブぐらいのブレーキがあったんで、まあ、あれはまっすぐ待っててもバッターを打てるカーブなんで、肩口から来るカーブはもう日本でもそのバッティングコーチは絶対見逃すなって教えてるくらいのカーブってホームランになりやすいんで。